ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、水源の水位は 88.888 センチです。さて、皆様ご存知の通り、口が水没すると酸素ゲージが出現しますので、これを利用して水源の水位を測ります。それでは、早速水位測定と参りましょう。こちらのゆっくりはしご階を上り下りして、口の高さと水面の高さが一致する高度を探ったところ、ゆっくりはしご階を 38.001 センチ登った時は、酸素ゲージは出現せず、38センチ登った時は、酸素ゲージが出現することがわかりました。この結果から、ゆっくりはしご階を38センチ登った時に、口の高さと水面の高さが一致することが判明しましたので、ご覧の計算式を解けば、水源の水位を算出可能。口の高さがわからないから解けないよ、と思いの皆様、ご安心ください。ホライフニュース調べで恐縮ですが、口の高さは 150.888 センチ。ですので、水源の水位は 88.888 センチなのです。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。